じゃあ次行きたいと思います。次にこのまなしきについての、働きですけども、資料するを小ともそうともなす、死煩悩と常にともなり、いわくガチとガケンと並びに我慢とガワイとなりと、ここを今からお話をいたします。まず、このまなしきというもの、マナとはイコール資料式と言われますね。思い測る、ずっと思い測っている、寝ても覚めてもずっと思い計らっているのがまなしきの本性であると。思い測っている、これがまなしきの、これ書はこれ本性の書ね、まあ本質みたいなもの、書といったら本性、本質ね。もうそのまなしきそのものはいつも思い測っている。しかも悟ってない時は自分のことだけ、荒屋敷に対して、正確に荒屋敷の剣舞に対して、自分と自分にだけ目が向けられているのがまなしきの本性であると。また相でもあると。この相はね、具体的な働き、具体的、これ姿ですね。相はこれ姿と言いますね。姿、具体的な姿。このまなしきは、これいつも自分のこと、自我だけ、我だけをいつも、ね、俺が俺がと、自分にだけしかなかなか目が向けられないのが私なんです。だから自分の感情をしっかり育てていかないとね、この我執は離れることはできないんです。まず自分を大切にする。ある方から質問を受けたんですけどね、仏教であるのこれ戒が大事だと、ね、なぜ戒は大事なのか、戒の本質は何か。皆さんうまく言ったんですよ。戒の本質はね、自分を大切にすることなんです。仏教で戒といったらね、まあ、善みたいなもんですけどね、 善のことを戒と言いますけども、なぜ戒が大事か。例えばきちんと日常生活を送るとか ね朝起きる、夜寝る、ね、掃除をする、きちんとね、体を動かしていく、まあ、いろんな戒がございますけどもね、全ての戒はあなた自身を大事にするため。まず自分が大事にできないと人を大事には絶対できない。まず自分を大切にする。で、自分をねほったらかしにしてね、欲に走ったりしたらこの心が傷つくんですよね。だからまずは自分を大事にするために、欲も怒りも行動にしないと。戒の本質は自分を大切にすることです。で、私たちは煩悩を起こすことによってね、自分がほったらかしになるんです。だから心が傷ついたり、自分を大事にしないから、まあ、苦しむことになるんですけどね。で、このまなしきはですね、いつもね、自分じゃない自分の理想の自分ですよ。大体はね、大体理想の自分、荒屋敷に対して理想の自分を勝手にね、虚像ね、自分じゃないものを勝手に虚像を構築、降格してね、そして、それが自分だと執着している。これが本性であり、ね、具体的な姿。寝ても覚めても自分のいいとこばっかり見てね、悪いところはね見ようとしない。多分写真でも、私もそうですけどね、写真でもね、かっこ悪い写真はねもう削除しますからね、写りのいいものだけをアルバムに残しておくと、かっこ悪いのはどんどん削除していきますよね。これももういい部分、本当は自分じゃない、本当はかっこ悪いのもね自分なのにね、そういうのは全部ね、削除して。今のマイナンバーってありますよね、あれ10年間変えられないそうですね、写真は。だからアリとか言われました、アドバイス、ね、かっこいい写真を撮ったらいいと言われましたよね。10年間も変えてくても変えれませんから、まあ、これもいかに人間がねかっこいい自分を残したい証拠でもありますよね。写真ではできるだけいい写真を残したいですよね。成人式の写真ではね、本当にもう抜群のね着物を着たりして、私も一応これビデオで撮りますから、一応ねカッコつけてますけどもね、本当はこれが自分じゃまだ、知ってるんですけどね、まあ、よそ行きの私ですけどね、この顔形はね。でも人間やっぱりどうしてもかっこいい自分に執着するね。これはまなしきの働きは資料をするのが本性で、対象はいつもね自我、荒屋敷の剣舞、荒屋敷だけをいつもいつも思い計らっているのが本性であり、具体的な姿となすと、ね、1、2、3、4、5時ですよね。5時で
ね、漢字5字でずっと並べて解いていくのが有識三十順でございます。じゃあそのね本性またそう、じゃあこのマナ式の場合ですね、煩悩との関わりですよね。次どういう煩悩といつも働くのか、これなかなか興味深い。私の本性をズバリ言っている、本性まだ具体的な姿をズバリ言い切ったのが次の文章でございます。死煩悩と常に伴う、ここにね煩悩というものをですね死煩悩という言い方で教えています。これなかなか興味深い。あの仏教ではね、有識では六大煩悩といってね、この煩悩というもの一番中心的な煩悩が三毒の煩悩で、貪欲嗔憎痴、これにプラスしたのがね、慢疑悪見というね、慢と疑とね、慢と疑はないね、悪見が入ってますよね。六大煩悩と言います。でこの六大煩悩の中でマナ式はね、なぜか、ね、この真には働かないんです。あと疑いも一緒に働かない、これは意識の働きなんです。ここ注目してくださいね。なぜならばマナ式は人に目が向かないからです。自分にしか目が向かないから、自分にだけ目が向いてるからね、怒りは起きないんです、ね、怒りはこれ他ですよ、普通は大体他なんです。人を意識して怒りが起きるものなんですね。大体自分の我に対して相手が否定してきたりね、そういう時に怒りが起きるんです。他を意識しないと、怒りは起きませんからね。このマナ式は怒りと一緒に働くことはないんです。またね疑い、これもね意識の働き、これはね外に対していろんなものを観察したりね、そういう時にこれはどうなんだろうかという疑いが出てくるんであって、自分にしか向いてないマナ式にはこの疑いが起こりようがないんです。いつも寝ても覚めても自分のことだけ思ってますから。だから六大煩悩の中の怒りと疑いが省かれたんです。そういう理由です。そして天神菩薩、摂心菩薩はこの死煩悩に注目されて、これがね皆さん毎日毎日いつもいつもね、普通、まあ、仏教の勉強とか聴講してる最中はこれは働かないことがあると思いますけどね、まあ、仏法が抜けた場合ね、この仏法に心がない時は大体この4つの煩悩といつもマナ式は一緒に働いていると思います。だからやはりこういうね聴聞のご縁ね、仏法とのご縁は私はとても大切だと思います。あの浄土真宗でね蓮如さんが仏法は聴聞に極まるとおっしゃったのはね、この有識学の教えをねベースにして言われたね教えなんですよね。やっぱり聞くことが一番大事なんです、仏法を学ぶことが。仏教で聖門訓授と言いまして、正しい教えをね荒屋敷に訓授をさせていくことによって、このあなたの間違った思想邪見をですね、正しい思想正見に変えていくことがとても大事なんです。そうじゃないとこの煩悩いつもねちょっとほっといたらね、これがね我々を苦しめていく煩悩といつも働きますから。で代表的な煩悩ね、自覚ありませんから皆さんに自覚してもらうために4つの煩悩をつけてね、あえてねポイントはねガチ、我見、我慢、我愛ですけどね、普通はそんな言い方しない。普通ガチはこれ愚痴の痴なんです、我見は悪見なんですよね、我慢ならば慢でいいです、我愛ならばこれは貪欲の貪とこれイコール同じ意味なんです。このね愚痴、悪見、慢、貪愛、貪欲、これでいいのにね、あえて有識ではあえて天神菩薩はね死煩悩という言葉を一つ作られて、そこにねガガガガとねつけなくても、大体この煩悩といったら大体画集なんです。つけなくてもね、一応煩悩は全てこの画集がなくなったものは煩悩じゃありませんから、画集なくなったらね愚痴も悪見も慢も愛もねなくなります。だからこう言わなくてもね、意味から言えばあるのに、あえて天神菩薩、摂心菩薩は、ね、この言葉を付けられたところに注目してもらいたい。
いかに私たちは我にね、肯定、我にね、こだわり、執着しているか、ね、いかに自分に私たちは執着しているか。だから真式は自我執着心と申しますね。真式を別名言い方変えたならば自我執着心、これが心、あなたの心を濁らしたり怪我したりして、ね、灰色にして、やがてそれが黒、ね、実際人を傷つけたり苦しめたりする悪になっていくから、真式は悪の根源じゃないけども悪の根源のような言い方をするのはそういうことなんですね。だからこう死煩悩を自覚する。じゃあ死煩悩とはどういうものかをね、今から見ていきましょう。ガチ、ね、これいわく、死煩悩とはいわく、これはいわく言いますね、言うという意味ですね、言う、こんな字があるんですね、煩に言うと書いていわく、ね、ガチと我見と並びに我慢と我愛ね、だから漢字から言ったら1、2、3、4、5、1、2、3、4、5でちょうど5字ずつ並んでおります。でこの並びにね、これはあの英語で and と同じ and ね、とです。これはガチ我見と、ね、我慢と我愛と、でこれはね一応順番があるんです。これ上手くなってますけどね、私たちが苦しむ、あの一応心が起きるあの順番はね、こういう理解の方が分かりやすい。自分に暗いから勝手にね、我を作って虚像を作って、そして自分にね、あの執着して、俺ってすごいなぁと、自分ってすごいなぁとね、比較して自分を上の方に優位に立ってて、優位な自分にどこまでも貪り続けると、こういう順番に因果関係から言ったらそうなります。これ無意識レベルで不思議ですけどね、自分に暗いからね、勝手な自分じゃない無我の私をね、いいイメージの理想的な自分を勝手に自分で構築して、虚像の自分を勝手に作って、イメージで、いい自分を勝手に作って、それをねできてないくせしてできてる自分に立とうとして、ね、自分をいい風に見立てて、そしてその私を比較検討して、私はすごいでしょ、ね、こうやって相手を見下す、ね、自分を優位に置いて、でその、自我像、ね、我をどこまでも盲目的に貪り愛し続けるのが我々なんです。これうまく並んでますよね。もう少し詳しくいきますとですね、まず最初のガチですよね。あのこの地はね、愚痴の地なんですけども、あの本当の漢字はこれなんです。今はね、まあ、戦後あの日本はあの戦争終わった後、まあ、本来の漢字は難しいんでね、結構あのね略したあの言葉漢字がいっぱいあるんです。今中国もそうですけどね、中国は簡体字で言って、もう日本よりもね分かりやすい漢字に今書いてますけど、本来の漢字がやはり知っとかないとね、お経読めないんで、ここあえて私本来の漢字にしました。でも皆さんが学校で学んだ漢字はこれでしたね、病だれに知るという漢字書いてね、これ愚痴と言いましたね。まあ意味から言ったらね、まあどちらもいいですけどね、こっちならば、もしこれね書くならばね、私が説明するならば、あなたの知恵が病に入っていると、これ品書いたらそういうふうに聞くんですけどね、愚痴と言ったらね、愚も愚か、知もね、あなたの知恵が病院に入っているからバカなことを言うと、いわゆる宇宙の真理がわからない、因果の道理がわからない、だから、ね、愚かであると。ただこの字を使う、でも本当はね、真理を疑っているんです。真理がわからない、因果の道理が素直に認められない、自分の正体に無知、知らない、本当の自分の姿をね、いいものと思ってる、いいものはいいんだけどね、本当の自分の姿に対してね、わからない心、まあこの無知がいいですね、無知イコールこの無明です。あの仏教ではこれ愚痴イコールね、あの無明なんです。愚痴イコール無明ね、無明といったらこれは明かりがないと書いて、この明かりはこれ知恵を表しますから、つまり知恵がない心を愚痴と言いますね。
ただ無明イコール無知でもいいですね。知らない、真実を知らない、まあ、これが苦しみの一番根本原因でございます。でもこれはね、分かりにくいんです。本当の皆さんの苦しみの原因は無知であり、ね、無明であり、知であり、愚痴でも同じんです。真理に暗い、真理がわからない心、これが本当の苦しみの原因ね。だから十二年でもね、無明、行識、明識とね、一番最初に無明という言葉が出てくる、まあ、これはいろんな意味で使いますけどね、無明といったら真理に暗い心が本来の意味なんですよね。で、真理に暗いのが一番根本原因なのにね、十二年ではもう一つね、愛、割愛というね、こちらも使っているんです。これどういう世界ですかね。仏教では、ね、苦しみの原因をこの愚痴という言い方をする場合と割愛、この場合であれば割愛ね、愛が乾いているというので、ね、割愛、従愛衆う生老死といって、苦しみの原因をね、十二年ではね、二つの言い方で教えられていますね。なぜかと言いますと、どちらも間違ってません。分かりやすいのはこっちなんです。こっちはね、ピンとこないんです、ね、真理に暗いと言ってもね、私別に暗くありませんという人いますからね、こっちは聞いてもね、ピンとこないんです。でもこっちが本当なんです。だから仏教ではね、愚痴を破るためにね、無明を破るためにこの教えを正しく理解する、教えの実践、そして教えを正しく文法することによって、ちょっとずつちょっとずつで、平等生じてのね、知恵がだんだん育っていくんです。ちょっとずつちょっとずつですね、この捨てることによって執着をね、悪い考えを捨てることによって、ちょっとずつちょっとずつ真理が見えてくる。でもこれはほとんどの人が聞いてもね、ほとんど分かりませんから。それで皆さんが実感できる言い方は側愛のこれ愛なんです。これはね、二つ意味があって、これ愛と言った場合はね、慈愛と言ったら本当に優しい心です。仏教で愛と言った場合ね、漢字は同じだけどね、サンスクリットはね、二つあるんです。善の愛と悪の愛があります。言葉が違います。善の愛の場合は慈愛と言って、相手を慈しみ愛する、相手を大切にするという愛は善です。慈悲ですよね。でも、この場合の愛はこれはね、執着の意味です。執着。執着の意味の、この愛はこれ悪いというか、あなたを苦しめますからね。だから子供でもね、愛情は大事だけどもね、執着したら子供も苦しみ、あなたも苦しむと教えますね。執着のことを愛というね、言葉に簡訳、漢字で翻訳している場合がございますから。こちらは割愛で、ね、執着の側合はこれあなたを苦しみます。ただ愛欲はまだちょっと微妙ですけどね、よく皆さんが言う愛欲というのはこれ大事だという言い方もしますよね。本当感情を満たす、ね、自分の正直な感情をですね、満たすことは大事だから。でもこの我に対する執着、これはあなたを苦しめる。ここちょっと判断難しいですけども、まあ、この側合の愛と割愛の愛はね、これは自分じゃないものを執着しますから、私は立派な人間だとかね、私はできる人間だとか、そう執着すると本当の自分、感情の部分をね、否定する、ね、この我に執着すると自分本当の本体の私、感情の私を否定したりないがしろにしたりする。それが罪悪作るから我愛はまずいんです。むさぼるのが良くないのはね、自分じゃないものを自分だと思ってむさぼるから、本体の私をね、軽んじたり粗末にするから、これはあなたを苦しめるんです。ここ気をつければなりませんよね。これ我愛の場合はこれは、ね、自分じゃない我を愛している。我愛と我頓、これ同じ意味だからね、これ我頓という言い方もします。我頓ね、我愛イコール我頓とはっきり書いてますから、ここ知っておいてくださいね。このだから、とんない心臓というでしょう、正真言ね、とんない心臓とありますよね。仏教では、とんと愛は同じ意味なんです。
むさぼりということはこれ執着なんですね。だからとっていったらこれイコールね執着なんです。とはイコール、ね、執着と覚えておいてください。で欲とついたらね、欲はまたこれちょっと微妙で、これ欲自体は善悪ないです。欲はこれね仏教で獣と言ってね、希望と書いて欲することですからね。恋願い望む、欲することを仏教で欲と言いますから、だからね欲自体に善悪ないんです。皆さんが人を救いたいとかね、仏法を求めたいという欲は OK です、善です。でもねこの我をね満たす自分じゃないものをね自分のようにね貪ったり欲するのは、これは貪欲であなたを苦しめる。だから何を欲するかによってね、善にもなれば悪にもなる。だから欲自体に善悪はないんです。欲が貪欲になったら悪であなたを苦しみますが、これ欲がね全ての人を救いたいというね主要サイドという欲ならば素晴らしい善であり、それを菩提心と言います。そういう欲は OK ですから。ただ欲そのものに善悪はないというのが有識仏教だから、これ正解で言ったら貪と欲は分けるんです。で貪だけならばこれむさぼりだから、これは執着、我はイコール我貪でございますね。ただこれはあなたを苦しんでるから、これは離れなければならないけども、まなしきは本当の自分が暗い状態ですからね、盲目的に自分を愛するためにね、我と他ができて、我他不思の世界が生み出されていくんです。一応苦しむ原因は大きくね、無明と愛という言い方をしますね。でもね説法によってはね、上田さんでもね、我見が苦しみの根本とかね、我慢がという言い方もします。説法によっては、まあ、それはその時その時の あの大気説法で、別にどれ言うてもいいから、一応教えから言ったらね、それぞれ苦しみの根本みたいな言い方も一応 OK なんです。お経ならねそういうことも書いてますから。ただお経によってはいろんなあの視点がありますから、苦しみの原因をこれ4つの方面から言う場合が多いですよね。怒りって言う場合もありますよ。こちらも偽情という方もねありますから、お経には。でも本来の本当の仏教から言ったら、一応初期仏教から言ったら大体この愚痴とか愛が多いですね。でも涅槃行にも無明の底に偽情があるという言い方がありますから、だから浄土真宗ではね、偽情一つで苦しみという言い方もあるのもね一応お経に出てますから、だからその時その時の言い方によっていろんな言い方を私はしてもいいと思います。これ本質をね理解されたらいいと思うんですね。でまずこの四煩悩から言いますと、まず苦しみの原因はいわゆる愚痴である、ね、真理に暗い、だからあなたの心は病、病にかかっている、知恵がねないから、だからね仏教ではお酒はね皆さん飲まれてもいいけど、ほどほどにね、適量以上飲んだらね頭が悪くなってね、絶対悟り開けませんからね。だからビールでもねワインでもね飲むならばほどほどにしていただきたいと思いますね。それは頭を悪くさせたらもう知恵が絶対生まれないから、絶対悟り開けないからね、仏教では恩樹会といってね、お酒は適量にしなさいということで教えられています。で愚痴が苦しみの根本原因、無明とも言う、自己の正体に無知、だから逆にね自分の姿が分かったらね苦しみが減っていく。だから仏教ではこの感情ね、この我、私とは何か、これがねもう認められたら、この理想の自分、我とね我、私のこのギャップがねこれ縮まったのが一応至上心なんです。これギャップが空いているほど苦しいんです。この、ね、が理想の我と現実の自分のこのギャップを埋めていくのが仏教なんですね。これを埋めていくためには知恵というもの、知恵の説法ね、この教えを正しく理解することによってこのガチが弱まっていく。だから学識でもね、やっぱり教えをしっかり聴聞することによって、これはあの根深いものですけどね、多分過去世からのものが多いと思いますが、でもね教えをしっかり学ぶことによって、これも私は根性でもね減らすことができると思います。だから教えをしっかり皆さんは学ぶことが私はとても大事だと思うんですね。教えを正しく学ぶことによって自分というものが分かってきたら、だんだんこのギャップもね、減っていって、無知もちょっとずつね減っていって、知恵が皆さんについてくると思います。自分というものを知ることが一番大事。
で自分がわからないから我見を作ったんです。で我見のことをね、正確にはね、世間一般ではね、殺我や見と言うんです。でもこの言い方難しいでしょ。だからね、言わないんです。例えば六度満見の本当あれね、六波羅蜜が常識なんです。まあ、皆さん言いませんけど、言うたらね、皆さんこんがらがるから。でも世間ではね、六波羅蜜が常識なんです。六度満見のは親鸞師匠の言い方で、まあ、めったに言わないんです。あるいは親鸞会とかね、私は六度満行が分かりやすいですけどね。でも世間の仏師教書を読んだりインタビュー見たらね、みんな出てきますから、一応ね、世間で言われる言葉もね、難しい言葉でも知っておかれていいと思います。この我見もね、これは翻訳の言葉であって、一般的にはね、殺我や見と書いてます。これはインドの言葉でサッチャーヤ、サッチャーヤという言葉が原文にありまして、それをね、殺我や見というふうに言ったんです。これ実はね、あえてね、翻訳しないの理由があるんです。翻訳したらね、意味が限定されるからなんです。意味がね、ちょっとね、深い意味があるけどね、翻訳したらね、意味が限定されるんで、あえてね、しない仏語でいっぱいあるんです。マナシキもそうです。アレヤシキもそうです。例えばネハネもそうですけどね。あれ簡単に訳せるんですけど、訳したらね、意味がね、他の意味がいっぱいあるのにね、意味がものすごい限定されるんで、あえて昔の偉い翻訳家はね、あえてこの昔のこのインドの言葉を残したまま、それを漢字に当てはめて、こういう難しい言葉がいっぱいあるんです。だから長短ありますよね、いい面と悪い面で。あっけでもなかなか深い意味が結構ありますので、あえて普通はね、殺我や見と言います。でもこれはね、最初聞いたらもう嫌になるんで、初めての人には我見でいいと思います、ね、自分じゃないものを自分だというふうに見解、これ見解の見ね。大体これ大体邪見だ。普通は我々の見はほとんどに邪見です。横芝なものの見方ね、間違ったものの見方、まあ、悪見もしくは邪見ね。これ悪はこれね、悪い見方ですけどね、意味はね、まあ、天道といって大体逆さまの意味なんです。逆さま天道という意味がこれ悪見なんですね。我々物事をね、逆さまに見るんです。無常であるのに常と思ったりね、無我であるのに我と思ったり、汚い体なのにね、綺麗と思ったりとかね、人生は苦しみなのに結構楽しいと思ったり、この逆さまの考え方を武家は天道と言いますが、この天道がこの悪見の意味ですね。天道、天とは逆さま、とは倒れるね、これが悪の本来の意味です。これは悪いというふうに翻訳したんです。物事を逆さまに見る、これが私たちの我見である悪見なんです。物事を正しく見れない。大体私たちは無我なのにね、我を主軸として、変わらない自分がいると思ってるからね、無常を常と思ったり、汚い体をきれいと思ったりね、人生苦しみなのに結構楽しいと思ったりするね、そういう間違ったものの見方をね、悪見。この中にね、悪見でも実はこれね、5つに詳しく分けられるんです。その中で1つが実は我見なんですよ。まあ、いろんな分析がございます。分かりやすく言ったらね、私たちは自分が分からないから、勝手に自分のイメージ、大体理想の自分を私たちは作って、それが自分だと思い込んで、あ、これが私だと、でこれが死んだ後も残ると思って、みんな仏法を聞かないんです。実際は我見は崩れますからね。でもこれ心が残るんですよね。実際我なんかないんだけどもね、我に執着する心はずっと生まれる前からもうずっとね、マナ式とともに働いてるんです。我はないんですよ。我はないけども我に執着する、自分に暗いから勝手に自分ってものを作って執着する我見。だから我見イコールこれね、我執とおっしゃってます。現状三蔵は我見イコールこれ実は我執なんです。これも参考までにね、我見イコールこれ我執とはっきり言って、現状三蔵言ってますけどね、我見イコールこれ我執でございます。ちょっとニュアンスは違うけどね、これ見はこれ見解といって考え方を表しますけどね、
執はこれね、感情的なもの、執着するという意味で、ちょっとね、ニュアンスは違いますけど、一応現状三蔵は我見イコール我執で理解しなさいと上位式論にね書いておられます。だから自分じゃないものを自分だと、だから我執が苦悩の根源だから、我見が苦悩の根源と言ってもね、上田の説法であったけどね、間違いないんですわ、ね、我見イコール我執だからですよね。自分じゃないものを自分だと執着している、これがあなたの苦しみの根本原因でございます。自分に暗いから我見を作ったことですよね。で、我を勝手に作ったがために、でこれに私たちはね、これは素晴らしいものだからずっと保っておきたい、実体化して固定化して、これが自分だと思いたいために次我慢を起こすんです。比較して、とにかくこの慢はですね、意味は他に対して抗拒するタイプがありますね。この慢の定義はね、他に対して抗拒、この我の慢の定義を言いますとね、まずね、対象が、つまり他に対して常に抗拒、高く自分をね、こうはこれ、これやったかな、選挙に行ったかな、まあ、こんな字ですわ。これが慢の定義なんです。これはね、新人欠場しても残ってますからね、荒川まで行かないとこれ消えませんから、慢は。だからね、救われた人もね、これ気をつけてくださいね、悟った人もね、お釈迦様もおっしゃってますよ、悟っていてもね、この慢があるたびに失敗することがありますから、これは最後まで仏道指導者を悩ませる頃が慢なんですね。ついつい、ね、まあ、悟ったらなおさらね、でも慢を打ち砕す働きが悟りなんですけどね、悟りによって慢が打ち砕かれていくんだけどもね、これは最後まであなたをね、あの欲や怒りは減ります、相当慢は最後まで残りますから、これでちょっとね失敗することがありますからね、ここはね、救われた人もまだの人もね、お互い慢は癒ましめていきましょう。これ我慢はずっと隠すからもあるし、今もこれあなたをね、下手すればあなたの身を謝らせることもあるので、これはくれぐれも気をつけていきたいですよね。定義は他に対してこうこう、ね、自分をね、高く、これ虚ですかね、掲げるね、私は偉いでしょ、ただこれ比較する頃です、比較する心、常にね、他を意識して、本来自分他もないんだけどもね、他を意識すると、私は比較したら優れている、高い方に上げて、よかったよかった、俺は、ね、できてる人間だ、俺は優れてるぞと、たとえ自分がどんなにひどい人間でもね、なかなか悪く思いません、悪く思ったら苦しくなるから、それで自分というものを高く掲げて、私たちは我慢、これが本当の我慢の意味ですよ。今はちょっとね、忍耐に変わってますけど、本来はこれが本来の意味です、ね、他に対して、我に対して他ですからね、他に対して抗拒するのが慢の定義ね、慢心でございます。で、自分はいいところに置いて、ね、人を見下す、これ人を見下すね、人をバカにする、これがあなたをまた苦しめますから、だからこれ自覚することによってしか減らせられません。意識してね、あ、いかんいかんと、人を見下してないか、これを自覚することによって、ちょっとずつ私は慢もね、私は減っていくんじゃないかなと思います。これうぬぼれですよね、自分に惚れてる、私たちは自分じゃないものをね、自分だと思って自分に惚れてますから、これもね、お互い戒めていきたいなと思いますね。で、我見だから次我慢で、ね、私はいい人間だと思いたい、比較して私は優位に立とうとするのが慢、だからこの慢についてはね、七慢という教えと九慢もあるんです。面白いけどね、九慢もあるんですよね。慢でもいろんな慢が湯河炉の中ではね、大きく高慢と髭だけですけどね、有識のコンボローションの湯河炉ならば高慢地切りますね、日本語で高慢地切り、湯河炉では高慢と髭慢だけなんです、上と下だけなんです。それを詳しく分けたのが七慢、さらに九慢といって、いろんな慢の分析があるのもね、これを自覚させることによって、ね、罪悪を減らしていくためにそういう教えがあるんです。自分は優れていると思いたい、そして最後はどこどこまでも自分をむさぼり愛し続ける、これもね、
現状三条は、ガワイはガトンと同じとおっしゃってますよ。ガトンイコールガワイなんです。盲目的に勝手な自分を作ってね、私はできている人間、どこまでも盲目的に愛し続け、盲目的に貪り続けて、これが自分、これが自分と、こうなって自分じゃないものを勝手に想像して作って、それが臨終だって吹っ飛ぶから、臨終になったら五章は一大事になる人がいるんですよね。我はないけどもね、我に執着する心はあります。このね、四大煩悩といつも一緒に働いているのが慢識であると。これを自覚すれば、不思議ですけども、ちょっとずつ離れていきますから、これを当たり前と思ったらダメですよね。我は皆さんでもね、よく見られたらね、無意識で他をね、否定してます、否定する心がありますから、意識したらこれが弱まります。これ否定する、人をバカにする、人を見下す、これが有識で跳ね返って苦しむことがあることをね、まあ、こういう教えを通してね、今まで気づかなかった自分の心をね、天神菩薩は、世親菩薩は教えてくださってますから、ただこういうことを学ぶのは非常に私は有益ではないかなと、まあ、今回ね、今改めて私も今知らされました。